はい、どうも皆さんこんばんは。大神さんでございます。今日はですね、久しぶりに荒野行動なんですけど、実はね、この間フレンドの方と遊んでる時に、この間って結構前なんですけど、馬のマスクとかあるじゃないですか。馬のマスクね、あとウサギのマスク、幸せウサギマスクでしたっけ。あれの当たり判定ってどうなんでしょうねみたいな話がちらっと出たんですよ。例えばユニコーン、今ガチャでユニコーン出ますけど、ユニコーンの角に当たったらヘッドショットなんですかねとか、伸びてる鼻のところに当たってもヘッドショットなんですかねとかね。だからウサギのあのマスクとかでも、まあ、中に入ってる人間の顔を考慮して当たり判定が設定されてるのか、それとも相当顔でかくなるじゃないですかね、ウサギのマスクも。かすっただけでヘッドショットなんですかねとかね、そんな話がちょっとプレイ中に出まして、でおそらくね、検証してる方いると思うんですよ、 YouTuber の方で、ね、実際にやってみたっていう人がねいると思うんですけど、私ちょっと探すの面倒くさかったんでこれ自分でやった方が早いなと思って、ということで今日はちょっとその辺をね、実際打ってみて、どの辺に当たり判定があるのかと。例えばね、まあ多分ユニコーンの角はね、当たり判定ないと思うんですよ。打ってもすり抜けると思うんですけど、鼻のね、鼻先に本当に当たっただけでもヘッドショットになるのかとか、それともその辺はね、当たらずにすり抜けていくのか、すり抜けていくのかとかね、ちょっとその辺が気になるんで、実際自分で打ってね、やってみたいと思います。はい。はい、ということで、こちらユニコーンですね。ユニコーンのマスクをかぶってもらいました。これね、このキラキラしてるこの角ですね。まあ、角は多分当たり判定ないと思うんですけど、打ってみましょうか。よいしょ。やっぱ角は当たんないね。うん、角はさすがに関係ないみたいですね。耳とかどうなんですかね。耳は当たるんや。耳は当たるんですね。はい、回復してくださいね。死なないようにね。うん、耳は当たるんですね、ちゃんとね。まあまあ耳って言っても頭にかかってたかもしれないですけどね。ちょっと角度的にね。じゃあ次、この鼻ですね。鼻どうなんでしょうね。これね、だいぶ鼻長いけど。あ、鼻平気や。鼻平気ですね。鼻は当たらないんですね。まあさすがにこの位置で当たってたら、ちょっとおかしいっちゃおかしいけどね。はい、飲んで。すごい飲み方だな。うん、まあ鼻は当たらないと。鼻先はとりあえず当たっても平気みたいですね。どうやらね。じゃあこれどこまで寄っていけば当たるのかっていう話ですけどね。まあこの辺も多分、大丈夫ですよね。大丈夫ね。ちょっとずつこう、動くな。動くな。ちょっとずつ寄ってきましょうか、こう。顔の方にね。どの辺まで行ったら当たるのかっていうとこですよね。ここはまだ当たんないね。ここはまだ当たらないですね。まあ、人間の顔からするとね、こんなとこまだまだ。あ、当たった。あ、もうこの辺で当たるんだ。あ、ここで当たるの。顔長。そんなとこで当たるんや。ああね。何。あ、回復ないのか。回復ないの？回復あげるよ、じゃあ。じゃあ、まあ、俺持っててもしょうがないから、全部あげよう。はい、これ使ってくれ。これを使って回復してくれ。うん。はいはい。すっごい飲み方だな、お前。すっごい飲み方するな。うん。はいはいはい。じゃあ、ちょっとウサギに変えましょうか。ウサギに変えて、ウサギに。ウサギマスクに。ウサギ見ていこう。あ、そう、それね。これも相当頭でかいよね。まあ、まずとりあえず耳からいってみる。耳は多分、あ、大丈夫だね、やっぱりね。耳は平気ですね。うん。耳は大丈夫そうだ。こっちの、当然こっちの耳も OK ですよね。OK ね。だまあ耳は当たっても関係ないっていう話ですよね。うん。で、問題はこの顔ですよね。顔。まあ中身からすると、こんなとこに顔はないんですけど、打ってみるか。ちょっと、この際、あ、死ぬんや。死ぬんかい。ヘッドショットか、そこ。どう考えても中身はそこにないですけどね。中身の顔はね。まあ、ということで、ウサギはかすってもヘッドショットっていうことですね。はい。はい、ということで、続きましてじゃないけど、もう一個ちょっと気になることがあって、体ですね。体の当たり判定どの辺まであるのかっていうのを、実は意外と知らなくてね。こういう、例えば手と胴体の隙間とかね。こういうとこ、たまにすり抜けるんですかね、ちゃんと。当たるんや。当たるんかい。当たるんですね。当たり判定あるんだね。
巻いて巻いて巻いてください。いや普通だったらね、あのリアルの世界では多分ここだと当たらないですけどね。ここちょっと狭いな。こっちのがこっちのこういうね、腕と胴体の間とかね、後ろはちょっとあれだな、打ちにくいな。こことかね、あこれもちょっと狭いな、これ狭いな。あいいね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 、それいいね。これでちょっとじゃあどの辺、この辺だと当たる？普通なら当たんないけどね。打ってみようか。当たるんや当たるんですね。どう見ても当たってないけどね、どう見ても当たってないけど当たるんですね。ちょっと外側に振ってみましょうか。もうちょっとね、もうちょっと外側だとどうだ。こんなもん当たるんや。そこでも当たんの。完全に当たってないですけど、意外と当たり判定でかいんですね。意外とでかいね、当たり判定。ここならさすがに当たらんやろ。ここはさすがに当たんないですね。この辺だと当たる。そんなんで当たるの？当たり判定でかいね。ここで当たるんだもん。ああね。服変えてみます？ちょっと一回。ね。動いた、多分、回ってもあまり関係ないよね。服着てみる？服。あ、それ当たんない。当たるんや。ああね。今、腕すり抜けましたけどね。腕当たり判定ないのかな？いや、あるよね、多分ね。ここ当たんない。服着てみる？そうそうそう。もうダボっとした服か。これで見ると、ちょうどこの辺りなのかな。この服に当たるか当たらないかっていうところで、当たり判定になってるんですかね。違うな。でも当たってないな、これ。当たってないけど当たるんだな。まあ意外と体の当たり判定大きいってことですね。じゃあもう一つちょっと気になるのが、やっぱ胸でしょう、これね。女性キャラ特有のこの胸の出っ張りは当たるんでしょうか。当たりそうだね。当たるわな、やっぱりな当たるわな。めっちゃ痛そう、あんなところに当たったら。めっちゃ痛そうだけど、いやでも男性キャラでも多分胸なくてもこの辺の位置だったら当たっちゃうんでしょうね。これ今当たんないけど当たるんだね当たらない位置ですけど当たり判定は入っちゃうのね。ちょっと見にくいんで、ちょっと下がって一回下がってもらおうか。場所変えよう、立ち位置変えようぜ。ちょっと下がってもっと下がって、もっとずっと下がって、ずっと下がって、どんどん下がって、でちょっと横向いてみましょう。横向いて、そう、あいいねいいねいいね。でここが胸、この辺だと完全にボディの外ですけどだね。この辺だとボディの外だもんね。ちょっとだけ内側に入れてみる。あここだと、ここで当たるんや、もうここで当たるのか。どう見ても当たってないけど、ね、あ死んじゃった。まあまあ表示されてないけど、意外と胸がでかいっていうことでいいんでしょうかね、これはね。はい。